今日ね、ラッキーだよ君は本当に、はい、今日参加してくれてまずありがとう。あ、はい、どうも。いや、今日話聞いてくれて、ね、はい、興味持ってくれたってことだよね。はい、とてもなんか魅力的な話だなって思って、うん、夢とかはあるの？夢、うん、いや、それもちろん夢はやっぱり何もせずお金を稼げたら最高だなって、うん、いや、そうだよね、みんなそういう気持ちで来てる。俺もやっぱ若い時すっごい苦労して、はい、ずっとその気持ちだったんだよ、はい、で、渡る君と全く同じ気持ちで、はい、こういうスクールに通ってすごい先輩に出会って今あるんだけど、はいはい、絶対この新金丸法極み、新金の丸法、あ、間違えた。え、僕何聞いてます？このね、はい、新ココモ法極みで、はい、やっぱこれって世の中に一回出ちゃったら、はい、みんな同じことするでしょ、はい、そしたらやっぱり少し儲からなくなるんだよね。あ、確かに。で、僕たちもやっぱそれの繰り返しで研究に研究を重ねて毎年違うバージョンを出してるんだよね、はいはい、だから今日本当にここに来れたことはラッキー、は、夢叶えようよ。今日ね、あの触りだけ伝えたと思うけど、うん、これもっとみっちりマンツーマンで、うん、説明していくし、うん、何かあったらサポートとかもね、はい、うちのチームでやっていくから、はい、何か壁にぶち当たったとしても必ずサポートしていくから、はい、これって確かあれですよね、なんか元手で100万とか必要なんですよね。そうそうそう、でも全然心配しないで、最初のね、その元手っていうのは、はい、渡る君がやる気があるんだったら、はい、もう今日渡すから。え、もらえるんですか？そう、100万ポイント先に渡しておくから。ポイント、まあまあまあ、100万ポイント、うちのチームだよね、そういう風に呼んでるんだけど。ああ、なるほどなるほど。一回100万ポイントを渡辺君の口座、はい、教えてくれたら、はい、もう即金で、はい、本当ですか、お振り込みさせていただくから、はい、こんな話あっていいんですか？だから、ね、本当はないんだけど、はい、そんなの世の中にないよ。でもこれはね、やっぱ努力してやっていけばいい。一人でやるの大変でしょ、はい、仲間がいないと絶対に挫折するから、はい、そのためのチームだよ。だからすぐ、今すぐちょっと銀行口座教えてもらえるか。あ、本当ですか、うん、すぐに振り込むから。銀行の、うんうんうん、支店、うん、で、うん、ここに振り込めばいい。はい、でこれ本当にすぐに振り込むから。え、本当ですか、うん、こんな夢みたいな話あるんですか？でもやっぱこれないとできないから、はいはい、必ずこれはね、持っといてほしいという、始める人には、うん、まあ、スターターパック、スターターパックオリパみたいな、オリパ、うん、すごいカードゲームみたいな。でもこれ一回、はい、まあ、貸すっていう形にはなるから。あ、貸す、あ、もう今振り込みをね、え、じゃあこれ確認してもらっていいかな。でこれ自分の意思でここに、押していただきたいから、ここ青いボタンを押していただけますか？ちなみに、うん、絶対勝ってるんですよね。いや、まあまあまあ絶対勝てるに決まってるでしょ。だからそういうふうに説明して、疑うってことはあんま良くないし。あ、そうです、疑うってことはやっぱ夢を叶えたい人は、本当すいません、本当すいません、夢叶えたいもんね、はい、これみんなやっぱ信じてやってるから、はい、うん、だからこの青いボタンを押してもらえれば振り込み完了するから、はい、うん、はい、振り込まれました。で、これまあ、1ヶ月とりあえずトライアル期間でやってもらって、はい、そのタイミングで1回このポイントというのは返していただくような感じになるんで、必ず耳を揃えて返していただくっていう形にはなるんだけれども、耳を揃えて、うん、はい、でも振り込んであるからもう、はい、うん、逃げるとかではできないんだけど、逃げる、あ、まあまあまあ、そういう方いるのよ、結構やっぱ夢叶えたい、調子いいこと言ってさ来るんだよ。あとクーリングオフとかないから、そういうこと絶対言わないでね。うん、まあ大丈夫大丈夫、全然心配してる、そんなことしようなんて思わないから、まずまじよろしくね、今日からね。はい、じゃあ頑張って夢叶えていこう、はい、ビクトリービクトリービクトリーイエーイビクトリービクトリーイエーイ。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、わたるです。ついに始まりました、これはなんて言うんでしょうかね、この企画、毎度おなじみというか、わたるに降りかかる、もう毎年来る、まあ、呪いみたいな。本日5月7日火曜日なんですけども、今日からこちらの新ココモ法極みをですね、検証していきたいと思います。いやー、きつい戦いになるぞこれは。レース選びが一番重要になってくる。しかもさらにこれ一番人気に貼るっていうのが
あるんで、もう僕予想しないんですよこのシステム。正直もう機械なんですね。レースを絞って一番人気にね貼ってお金を増やしていきたいと思います。それではですね、早速ボートレース日和さんのですねガチガチレース検索機能を使って早速レースを絞っていきたいと思います。逃げ率が 70% 以上で、こちら2号艇の逃がし率が 35% 以上ということでね、こちらで検索と。おー、ずらーっと出てきたね。平和島いつか、あ、これあれですね、いい機能あるな。時刻順に並び替えってのがあるんだ。これ倒しましょうか。そしたら一番最初近いのがナルトの4日目3レース、締め切り9時39分か。今現在9時29分なので、これいいんじゃないか。結構意外とあるんだね。結構あるわ。あー、結構数日なんかかかるのかなってイメージだったけど、結構あるんで、まあね、もうこんな機械的にかけていくしかないんで、もう一番人気っていう絞られてるんで、ちょっとこれもまあ僕の時間が許す限り時間通り一個ずつポン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 かけていきましょうか。もうこれなると、4日目3レースから、うん、9時39分、もうナイターまであるね。まあナイターはさすがにね、僕もちょっとかけれる時間の都合というのもあるので、まあできれば17時ぐらいまでにね、霧のいいねホワイト企業みたいな感じでかけていきたいかなと思います。はい、ではですね、1セット目、3回目、ナルト4レースということで、まあ、なんかね、やっぱり100円に、100円、100円、200円目というところで、まだね、全然、その、プレッシャーというか、ヒリヒリしてないんで、多分ね、5連敗、5連敗じゃまだだな、6連敗か7連敗ぐらいで、ちょっとヒリついてくるかな。となると、掛け金、1レース1000ベット超えてくるんで、そこからね、もう一気に掛け金上がってくるから。いや、待ってよ。掛け金緩やかになっていくはずだから、これちょっと、もしかしたら掛け方違うかもしれない。これ普通のココモ法じゃね？やばい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 。あ、とりあえず一回当たろうか。じゃあ。とりあえず一回当たって。いいね！いいよ！ 135、135。ハニにかかってる。まずい、それは。やばいやばいやばい。てか、136?おい、やばいやばいやばい、それはやばいって。おっと、5握った。いいね、いいね。5いいよ。いい握り方だ。あ、6? マジ ?5 うまいな、にしても。今のいい握りだったな。3がね、ちょっといい、ちょっと悪い位置にいるから。でも2のアシスト来ちゃうな、これ。あ、ワンチャン5刺さ。刺して、伸びろー伸びろー、伸びてきてる。でもこれカメラマジックの可能性あるな、これ。5号ってめっちゃいい。伸びろー、かけさせるな、伸びろー、かけさせるな。よーし、切れた。よっしゃ。あ、なんか、よし、これは大丈夫だろう。はい、ということでね、これがココモ法です。今皆さんにお見せしてるのは、これはココモ法です。これがココモ法ですね、100円100円200円とかけていく、これがココモ法になりますんで、次からかけていくのが新ココモ法極みになりますのでね。まあこれはデモプレイって感じですね、ココモホの。はい、ココモホってこんな感じだよーっていうのを今やってるだけなので、次から、新ココモホ極みの検証に行きたいと思います。当たってよかった。ではですね、宮島4レース、出走です。もうね、100円かけてるベッドシーンなんていらないでしょうということで、もうベッドシーンは、省略して、買ったスクショをこちらに提示しておきます。よくちゃんと調べたら、新ココモ法極みはですね、4回まで100円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 で、その次も200円200円みたいな感じでね、結構ほんと緩やかですね。これすごいなと思いましたよ。さっきは間違えて普通のココモ法をしてしまったんですけど、これはすごい緩やか、本当に。一番人気135に100円という形ですね。
いやもうハラハラしませんね。これは何の動画なのでしょうか。本当にギャンブル動画なんでしょうかというところですね。はい、では、宮島4レース出走でーす。頼むよ。135もう絶対ダメじゃんこれ。まくられんじゃんこんな。あれでも立て直したぞ。あれ意外と意外と35で持ったな。さあどうなる。135、2は潰れたな完全に。これうわマジこれ、あ135じゃね、すげえな。え、世の中の船剣士ってみんな上手くない。これもう135でしょこの体勢。もう多分先前させないから藤原選手そうなるじゃん。うん、135だね。あでも5、あ大丈夫かな、かかってないねさすがに。ただこれ怖い位置にいるね、5号艇が先前しようとしてんじゃん。で女子選手の場合これ先前でも落合選手と長島かな。いやいや、おいおいおい、5号店ちょっと無理しすぎだよ、マキさん。これマキさんかな、長島さんって。まあ当たっちゃいましたね、5倍で。全く興奮しないんですけど、まあ、的中という形ですね、135、5.4 倍。すげえなー、やっぱ、一番人気のここも持って、やっぱ意外と儲かるんじゃないか ?3 連単だった場合。2連単も絶対無理だけど。なんかうまくいって、なんか面白くないな。なんか面白くないんだよな。なんでだろう。はい、では、13回目かな。13回目、丸亀9レースでーす。ということでね、123、2600円入っております。これね、123ね、なんとかオッズ持ってくれたっぽいんだよね。4.5 倍。あ、やべ、嫁さん帰ってきた。おはようございます、渡るです。今、朝ごはんを食べ、奥さんを送り出し、年金関係の書類があったんでそれを終わらせ、そしてこの動画を撮ったら次は洗濯物干さないといけないですね。その次に洗い物です。いい感じに主婦をしております。ということでね、新ここも法極み2日目できたいと思います。昨日ですね、まあ奥さんが途中で帰ってきて収録自体は打ち切ったんですけども、ここも法自体は続けました。新ここも法自体は続けて、なんと丸亀12レース5200円をですね見事に外し、そして、今に至るわけでございます。今日のですねガチガチ検索をしていきましょう。ではですね、2日目もガチガチ連鎖機能使っていきますというところで、時刻順に並び替えたらもう唐津の1レースが終わっちゃってるね。これ一番人気で終わってたらやだな。ちょっと調べよう。これがもし一番人気で決着してないのであれば、まあまあまあ良かったなというところなんですけど、はい、行きました。あーでも4、134だと思うんだよね。あ、常住蓮選手が刺されたということは絶対にこれ一番人気じゃないですね。よかった、結果は213の12番人気でしたね。ふぅ、危ない危ない。この一番人気来ないだろうって思ったやつはちょっとね避けようかなと思ってます。ちゃんと僕もね脳死状態じゃなくて冷静にその出走表を見て今日はね判断していきたいと思います。では2日目いきなり土壇場です。はい、始まりますよ。宮島2レース、見てくださいこちら。今僕が所持しているお守りを召喚しました。こちら3つをですね置いて見届けたいと思います。いや緊張する。6900円だよ、やばくね。さすがにヒリついてるわこんなにヒリついてるの久しぶりだな、マジで。なんででしょうね、スロットパチンコで3万とか5万とか負けるときあるじゃないですか。ボートレースで1レースに数千円かけた時のあのヒリつき加減はもうほんと比じゃないんですよね。なんかたったこの一瞬でやっぱ大金が飛ぶっていうことを考えると、なんでしょうね、もったいないって思っちゃうのかな。仲良く遊んでたいやっぱ気質があるんで僕は。いやー怖いなーこれ。
頼むよ、お守り頼む、お願いします、お願い、お願い、いやこれ134だよね、やば、これはバカで、俺だってそれこそ一号かけてる、大体もう俺とりあえず角まくりだけやめてくれ、角ちゃんと角受けしっかりしよう、しっかりしていこうね、でも行きすぎないで、はい、アジャストしよう、アジャストしてそうだな、悪くはない、でも3のまくり怖い、これ握ってに、刺されたよ、嘘、刺されんの、しかも24、マジ、それはないって、241、西村選手さ、過去10走1回以外はさ全部1着だったんよ、これはまずいね、はい、ではですね、現在時刻は12時25分ということで、福岡4日目、1レース目ですね、西山選手の陰線、こちらをですねかけたいと思います。いやーこれね、大丈夫かこのレースも心配だよ、もう全てが本当に新国模倣はこれ勝てるのかと、もう私疑心暗鬼でございます。はい、かけました、134、9200円です。資金的には余裕はあるのかもしれませんが、とりあえず安心したいよね、やっぱここで当てて、では福岡1レース見ていきましょう。福岡1レース出走です、お守り頼むよ、1341、頼む、5号艇とかさ6号艇も怖えんよ正直、誰かね2、3着になってもおかしくねえよこのレース、132怖え、132が怖い、金子さんが残るのが怖い、お願いします、5秒前、うん、とりあえずインは逃げそうだ、やっぱ金子さん残すね、いやこれ132じゃない、マジで終わったよこれ、わからん、ある、頼む、相馬さん頼む、先前させて3号では刺そう、手を取り合おう、悪くはない、あ、でも金子さん伸びてきてね、いや金子さんそれ行かせて刺そう、金子さんは、あ、それはそう怖いよ、5号手が怖いよ、次よし、まだ分からんけど、まだ油断しちゃいけない、頼む、うわ金子さん粘るな、突っ込んでくるぞこれ金子さん、回れるかそれ、まだ分からん、やめて金子さん、お願い、5勝、また金子さんがさっきからね打ち取ろうとすんのよ、それが怖い、いやー金子さん粘る、マジで粘ってる、お願い、ここで当てときたいのよ、相馬さん、よーし来た、あんまり落ちた、ありがとう、ありがとう、助かった、ありがとう、電光寺ありがとう、八幡街ありがとう、住吉大社ありがとう、助かった、134だ。
ことわかってるしもがいてるよ曖昧な理由もないこの感覚信じてみたいと思えた矛盾を超えた願い